日本語ラジオ三百六十五、一期一会。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で、日本語や、生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日のいちごは火のないところに煙は立たないです皆さん聞いたことはありますか火は熱くてパチパチと燃えるあの火のこと煙は英語のスモークのことですからつまり火がない場所からは 煙は出なないといととうことになります。皆さんきっと「なんだ当たり前のことだな」と思ったことでしょう。この言葉はその当たり前の様子を例えに使って主に噂や人の話について全く根拠がなければそんな噂は出てこないのだから何か噂になった原因や理由があるはずだ。つまり噂話であっても、 少少なくとともししは正しいは正いいずだ、という意味で使われます。例えば今年はボーナスが出ないという噂を聞いたけど本当かな本当だったら嫌だな火のないところに煙は立たないというし案外本当かもね頑張った甲斐がないよなぁと使ったりあなたあんなバカバカしい噂を信じてるのそりゃあね君は信じないと言うけど 火のないところに煙は立たないというし、本当かもしれないよというようにも使われます。ところで、この火のないところに煙は立たないという言葉と、ちょうど反対の意味になる言葉を以前勉強しましたね。皆さん覚えていますかそう、根も葉もないという言葉です。まだ聞いていなかったという人や、すっかり忘れていたという人は、 第20回の放送を聞いいててみてくださいね。この言葉は噂や人の話に全く根拠がないことを言いますよ。ですから先ほどの2つ目の例も「あなたあんな根も葉もない噂を信じてるの?」だって「火のないところに煙は立たないと言うじゃないか」というように言い換えることもできます。どうだったでしょう 皆さんの国のの言言葉にも似た言い方はありますか火のないところに煙は立たないとは言いますが話は人の間を伝わる間に真実でないことまでがくっついて膨れ上がっていくものです人の噂も全部信じるのではなく参考にするくらいがちょうど良いかもしれませんね最後まで聞いてくださりありがとうございました それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。